エボロクマブは脂質異常症の治療薬の一つである。モノクローナル抗体で完全ヒト抗体であり、セングタ具パク変換酵素、サブチリシン、血清球を阻害するよう設計されている。PCSK 9は肝細胞表面に発現している LDL 受容体を分解し、肝臓が LDLC を血中から除去する能力を低下させる。エボロクマブは この PCSK9 に結合して、PCSK9 と LDL 受容体との結合を阻害し、LDL 受容体が分解されることを防ぎ、肝臓の LDLC 分解能を維持する。米国では2014年8月に生物学的製剤承認申請書が提出され、2015年8月に既存の治療で効果不十分な患者についての使用が承認された。 欧州では2014年9月に医薬品販売承認申請が提出され、2015年7月に承認された。日本では2015年3月に製造承認申請され、2016年1月に承認された。試験での副作用の発現率は9.9%であり、その内訳は糖尿病、注射部位反応、肝酵素異常、CK 上昇、 軽動脈内膜中膜飛行度増加、筋肉痛などであった。エボロクマブは PCSK9 に対するモノクローナル抗体である。PCSK9 は肝臓で酸性されるタンパク質で肝細胞表面の LDL 受容体をリソソームに送り分解する役割を持つ。LDL 受容体は血流の LDLC を捕捉して肝細胞内に取り込み代謝する。 エボロクマブは PCSK9 と結合して LDL 受容体の分解を妨げ、結果的に LDLC の以下を促進する。2014年1月、第3アイ印試験ガウス -2 試験の結果が発表された。スタチン、シノバズ姿の高コレステロール血症患者において、主要評価項目がいずれも目標を達成したとされた。エゼチミブと比較した。 LDLC の減少率は、大通商のガウス試験の結果と一致していた。ガウス -2 試験では307名の患者で、エボロクマ部の安全性、忍ぶ広子性、有効性が評価された。患者は4軍に無作為に割り付けられた。安全性は、各軍間で、おおむね一致していた。多く見られた、副作用は、頭痛、筋肉痛、極度の頭痛、筋痙攣であった。 心筋梗塞、拒絶性能拘束、一過性能拒絶発作後の再発リスクを下げることを目的として、スタチンを用いたコレステロール低下療法が実施される。第 3i 臨床試験フリエ試験では、コレステロールをさらに50%減少させることで、これらのリスクを低減できるか否かを検討する。試験は、最長5年間実施される。同試験では、心筋梗塞 拒血性能拘束、一過性能拒血発作の起用が、あり高容量スタチンを使用中の脂質異常症患者に、エボロクマブを追加し、イベントの再発や、他の新血管イベントの発症を評価する。日本ではこれらとは別に、第3章の床はマイナス2試験が実施された。新血関係リスクの高い、高コレステロール血症患者が対象となる、スタチン併用試験で、 主要評価項目である、投与12週目までのベースラインからの LDL、c 値の変化率等が、統計学的に優位に増大した。ありがとうございます。